こんにちは、ワンダフォー。D ラボへようこそ。今回は、夏の大三角、冬の大三角、星の名前と覚え方だ。今回も、くだらないけど覚えちゃうよ。まずは、夏の大三角だ。この写真の中に三角形は見つかったかなここにあるね。この三角形は、 7月から9月によく見えることから夏の大三角と言われているんだ。特に8月の初めの9時ごろ、南の空を見るとよく見えるよ。さて、この3つの星、それぞれ違う星座の星をつないでできているんだ。その名前は知っているかな ?1 つ目はこと座のベガ。2つ目は白鳥座のデネブ。そして3つ目はワシ座のアルタイルだ。 三つの中でも特に一番明るいコトザのベガを見つけるのがコツだよ。実はこの夏の大三角七夕とも関係があるのは知っているかなあまりよく見えないけどこの部分が天の川なんだ。ちょうどベガとアルタイルの間だね。そこでコトザのベガが織姫ワシザのアルタイルが彦星と呼ばれているんだ。 それじゃあ夏の大三角を作っている3つの星の名前を覚えよう覚え方はベガの夏コートは白鳥でねわしの家にはあるタイルだベップ・ガリーナさん通称ベガの夏用コートには首の部分に白鳥の羽が使われてるんだってそして神様のようなおじいさんの家にはあるタイルが使われているんだ 窓に見える部分がそのあるタイルみたいだね気づいた人も多いと思うけど今回の覚え方もかなり無理やりだでもくだらないけど覚えちゃうさあ次は冬の大三角だこの写真の中に三角形を見つかったかなここにあるよこの三角形は12月から2月に南東の空を見るとよく見えることから 冬の大三角と言われているんだこの3つの星もそれぞれ違う星座の星をつないでできているよ。名前は知っているかな ?1 つ目はオリオン座のベテルギウス2つ目は子犬座のプロキオンそして3つ目はオオイヌ座のシリウスだ。冬の大三角を見つけるのはまず最初にオリオン座を見つけるのがコツだよ。オリオリン座は 星座の中でも見つけやすいものの一つだねこの3つ並んだ星が四角形で囲まれているのが特徴だこの四角形の中でも特に明るい左上の星がベテルギウスだベテルギウスが見つけやすいけどオリオン座の近くにある一番明るいシリウスも見つけやすいよそれじゃあ冬の大三角を作っている3つの星の名前を覚えよう 覚え方は、冬に大犬の尻を小犬のプロとオリオさんが調べてるだ。大きな犬のお尻を史上初小犬のプロ野球選手小山健とオリオさんが調べている場面だね。え、さっきのよりも無理やりだって。でもくだらないけど覚えちゃうー。それじゃあ今日のまとめだ。今回は文字を使わずに。 イラストで表してみたよどんな場面だったかこのイラストで思い出せるかな忘れちゃった人は少し戻ってまた見てみてね最後まで見てくださいありがとうございます動画を面白いと思った方はいいねやチャンネル登録をお願いしますこのチャンネルでは学習や生活の中の謎や疑問を解決していきますまたすぐに使える小ネタなども用意しますのでリクエストがあればお気軽にコメントしてください それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。